はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の7月の18日ですね、月曜日ですが、祝日海の日ということですね。天気は、ま、雨が降ったり、降らなかったり、ま、曇り、それで、ま、日中からはですね、昼からはちょっと晴れてくるような、そんな感じかなと思っております。はい、キハ85系がちょっとあまりおりませんがというところですけどね。旧飛騨7号富山行きは昨日の飛騨3号、飛騨3号富山行きということでね、あと快速機1号鳥羽行きということでいろいろ書いてあります。さあ、南紀の1号の編成ですね。昨日3両編成で、本日も3両編成ということで、7号になるときには2両編成になるということですね。だん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 とちょっと増結が少なくなってきているような感じでございますけれども、昨日ね、この前の、ね、5両編成は、ね、非常に良かったかなと思っているんですけど、5両ぐらいあるとね、非常に長いかなって感じですね。さあ、これは南紀の1号の編成ですが、オール先頭車というような形ですね。まあ、あれですね、7号になるときは2両で運転するものですからね、オール先頭車という形ですね。はい、85の8ですね。まあ、もうこの鹿万発機も、もうね、名古屋方面に、先頭を向けてという形で戻ったような感じですね。85の1番がついております。はい、そんなところで、あとは帰りの名古屋車両区へ行こうと思ったらね、名古屋駅あのような形で飛騨のね、新しい飛騨の宣伝がいっぱいしてありました。さあ、この名古屋車両区を見てこの動画は終了でございます。最後のですね、ターンテーブル付近にね、キハ8520などキハ85の奇数がおりましたけどね、ちょっと一つはちょっと番号が分かりませんでした。こちらにキハ8510かもしれないね。さあ、また撮っていきますのでね、ぜひともね、またご覧ください。またチャンネル登録しない方はね、していただけると非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。